殺人幻想曲は1948年に公開されたアメリカ合衆国のスクリューボール、ブラックコメディ映画。監督、脚本はプレストン・スタージェス。出演はレックス・ハリソン、リンダ・ダーネル、ルディ・バリー、バーバラ・ローレンス。浮気したと思われる妻を殺害しようとする男のドタバタを描く。スタージェスが20世紀フォックスで作った最初の映画。 評判は良かったものの、工業的には成功しなかった。世界的な指揮者、アルフレッド・デカーター卿が母国イギリスから自宅のあるアメリカに戻ってくる。出迎える若妻・ダフネ。デカーター卿は自分の留守中、ダフネの妹、バーバラの夫であるオーガストに妻の世話を頼んでいたが、オーガストは浮気しないか見張ることだと勘違いし、探偵のスウィーニーに尾行させていた。 規定の間違いに呆れ果てるデカーター卿だが、スウィーニーからの報告書を読んでびっくり。妻が若い秘書アンソニーと、ホテルにいたと書いてあったのだ。嫉妬に狂うデカーター卿。コンサートで指揮しながら、これからどうすべきか、三つのシナリオを思い巡らす。ロッシーにセミラーミで助曲を振りながら、完全犯罪で妻を殺し、アンソニーに濡れ衣を着せる、第一のシナリオ。ワーグナー。 タンホイザー序曲を振りながら、潔く妻と離別する、第二のシナリオ。チャイコフスキー、フランチェスカ・ダリミニを振りながら、アンソニーとロシアン・ルーレットで勝負する、第三のシナリオ。コンサート終了後、デカーター・今日は、第一のシナリオを実行しようとするが、失敗の連続で失っちゃかめっちゃか。結局、妻の浮気は誤解と判明し、夫婦は仲直りをするのだった。 妹夫婦を演じたバーバラ・ローレンスと、ルディバリー・パラマウント映画時代と同様に、スタージェスの常連俳優が多数出演している。アラン・ブリッジ、ジョージア・ケイン、ロバート・グリーグ、ジェイ・ファレル・マクドナルド、ジョージ・メルフォード、トーベン・マイヤー、フランク・モーラン、そしてマックス・ワクナー。ジミー・コンリンも、ダフネの父親役で出演していたが、場面がカットされてしまった。 スタージェスがこの映画の原案を書いたのは1932年。悲劇を執筆中、ラジオから流れてきた物悲しい曲を聴いて、アイディアが思い浮かんだ。それから、フォックス、ユニバーサル、パラマウントに売り込むがことごとく断られた。1938年の時点でスタージェスは、デカーター役に、ロナルド・コールマンを考えていた。終戦後、ダフネ役に、 ハロルド・ディドルボックの罪でデビューさせたフランシス・ラムスデンの起用を考えたが、制作が動き出すと、ジーン・ティアニーに変更、デカーター役には、ジェームズ・メイソンを希望した。デカーターのキャラクターについて、撮影所の弁護士は、イギリスの有名な指揮者、トーマス・ビーチャーム教徒の類似を危惧し、スタージェスにその要素を薄めるように注意した。アンフィニッシュとシンフォニー、または、 ザシンフォーニーストーリーというタイトルで、1948年2月18日に、クランクイン、その年の4月中旬にアップした。6月28日に覆面試写会。しかし上映は延期される。キャロル・ランディスの死が、その原因。ランディスはこの映画の主演レックス・ハリソンと、不倫関係にあったが、ハリソンが妻、リリー・パルマーと離婚して彼女と結婚することを拒んで、 自殺したというのだ。事実、ランディスの死体を発見したのは、ハリソンであった。ニューヨークでプレミア上映されたのは、結局11月5日になってからで、その後12月10日から全国で順次公開。ロサンゼルスでの風切りは12月14日。翌1949年2月、自称、インディペンデント系映画プロデューサーのウィリアム・ディ・シャピロが、 自分が制作を予定していたアーサー・ホール作のストーリーを投用したとして20世紀フォックスとスタージェスを提訴。音楽監督に起用しようとしたウェルナー・アール・ハイマンから話を聞き盗んだのだと主張したが不起訴処分になった。スタージェスならではのキレのあるセリフが好評だったが工業的には成功しなかった。ある批評家はコメディにしてはテーマが重いのが原因ではないかとした。 ヘマばかりする殺人者というアイディアは当時の観客に受け入れられずまた共感できる登場人物がいなかったことも敗因に挙げられる。前作ハロルド・ディドルボックの罪が公開早々打ち切りとなっていただけにスタージェスはこの映画で事実上キャリアが終わったと言われている。しかし今日では2008年にクエンティン・タランティーノ監督がこの映画を歴代トップ11の 第8位に上げるなど、多くの批評家の高い評価を得、DVD もリリースされている。20世紀フォックスは1984年に本作を、ハワード・ジーフ監督、ダドリーム・ーア、ナスター・シャキンスキー、アーマンド・アサンテ、アルバート・ブルックス出演でリメイクした。ただし、演奏される曲と3つの異なる、復讐のシナリオはオリジナルから変更されている。ありがとうございます。